皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、本来であれば、いわき市アンモナイトセンターに行って、体験発掘再開を、まあ、喜ぶ動画にしたいところだったんですけれども、まあ、残念ながら4月の2日からこう再開される予定だったのが4月の17日まで体験発掘中止が延長されました。はい、まあ、非常に残念なことなんですけれど、まあ、例の感染症のなんか感染の、拡大がちょっとね、広まっているという傾向にあるという判断で、4月の17日までは体験発掘がやはり中止ということになりました。はい、というわけでですね、まあ、本来でしたらアンモナイトセンター行くところですが、今回はまた準県にやってまいりました。例の広野町の大路塔があるところの準県をまだ今回もやっていきたいと思ってます。はい、でまあ、動画にはしていなかったんですけれども、前回の、まあ、その動画してない時に行った準県で、こういったものを見つけました。はい、これ巻貝なんですけれども、まあ、ビカリアと呼ばれる巻貝の特徴に似ているということなんですが、まあ、ビカリアっていうのは新生代の巻貝らしいんですけれども、まあ、中生代の地層から出ることもあるっていう話ではあるんですが、まあ、この、まあ、いわきの方の、まあ、なんというか化石の文献にはあまりこう見られない特徴のなんか巻貝らしくて、今ちょっとまたそのね、詳細なところはわからないんですけれども、まあ、一応、まあ、中世代の巻貝には間違いないんですよね。地層が中世代ですから。でまあこれ掘り出した時にこの殻の表面にちょっと本郷線っぽいものが見えたんで、もしかしてアンモナイトって思ったんですけど、まあ本郷線っぽく見えるものは、まあ、忍ぶ石といって、まあ、マンガンがこの鉱物の隙間にこう浸透していって、こう木の枝っぽい形にこうね結晶をすることがあるらしくて、それだということで、まあこれは残念ながらアンモナイトではないんですけれども、まあでも割とこうね3段4段くらい巻いてますかの、まあ巻き上げ出てくるっていうことはまあ珍しいっていうことで。まあ、詳細はちょっとまだわかんないんですけどね。はい。まあ、今日はこれを超える、まあ、アンモナイトが見つかればいいかなと思ってます。はい。はい。今回もですね、この砂防堤の下にある、ここの、貝がいっぱい密集している層、ここを、まあ、掘っていきたいと思うんですけれども、まあ、とにかく、毎度毎度言ってるように、硬いんですよね、ものすごく。はい。いわゆる完全なこう石の塊にはなってないんですけど、まあ、貝のこう2枚貝の化石がこう密集してて、そのなんか結びつきがめちゃくちゃ強いのか非常にこう硬いんですね。だから普段アンモナイトセンターの体験発掘で使ってるようなハンマーとタガネではとても歯が立たないんで、それよりもまあちょっと二回りくらい大きいハンマーとタガネを使ってやってますけども、まあ1日まあだいたい3時間4時間掘ってこの表層のまあ 1,2 センチをこう剥がせるかなっていうくらいの硬さなんで、まあ非常に疲れますよね。はい。で先ほどの巻貝がどこから出たかと言いますと、ここにちょっとこのなんかポコポコポコとへこんでるところがありますよね。まあここにこうだったかな、こういう感じで入ってたんですね。で掘り出す時はもうちょっとこれ、石がくっついてたんですけども、まあ、クリーニングしてこんな感じの、巻貝だってことが分かったんですけど、まあ今日もですね、頑張ってここの表層を少しずつ剥がしていきたいなと思ってます。はい。
はい、というわけで、まあ、午前中で、まあ、この一帯の、まあ、表層をこう1枚こうめくれたかなという感じです。でこっちの手前側の方はちょっとね礫が結構入ってて掘れなかったんで、こっちの川の方こっち側をまあ中心に削ってたんですけれども、まあちょっと成果は正直微妙なところでしたけど、まあこの見えますかね、おそらくこれエゾバイ、バイ貝だと思うんですけど、巻き貝をまあ2つばかり見つけました。はい、でまあ午後はねこっちのやっぱり礫の多い方を、まあ、できるだけ剥がして何か見つかればいいなと思います。はい、はい、ついにやりました、アンモナイトゲットです。はい、こんな感じで、はい、多分これユーボですね。こっちに、殻の頭の方があって、こっちがちょっと下の方のやつですね。ちょっと2、3段しかないですけど、間違いなくアンモゲットです。はい、というわけで帰ってきました。でこの巻き貝についてちょっと話が前後しちゃって申し訳ないんですけども、この巻き貝取れたのが、まあ、先週の話 で先週これが取れた後に、まあ、これがちょっと何なのかっていうのは知りたかったんで、ちょっとアンモナイトセンターに寄ってで職員さんにこれを見てもらったんですけど、まあ、最初に見てもらった時にその掘った場所っていうのをねあんまり明確に伝えないで、見てもらった時に、まあ、その新世代のビカリアじゃないかと言ったんですけれども、でその掘った場所をまあ正確に伝えたら、まあ、職員さんもその掘った場所を知ってたらしくて、そこはまあ中世代の地層なんで、じゃあこれあの新世代の貝ではないですよねっていう話になって、まあ、その時はちょっとねあの詳しくは分からなかったんですけど、まあ、その場でこれをちょっと写真を撮ってもらって、その写真をですね後日福島県立博物館に、猪瀬先生って方いるんですけれども、その方に送っていただいて見てもらったそうで、でまた今日ですね、今日この、ユーボストリコセラス撮れたんでちょっと見てもらおうと思ってアンモナイトセンター行った時に、まあ、このその結果を聞くことができまして、まあ猪瀬先生の見立てではこの巻貝はカシオペという巻貝ではないかということで、まあ、このカシオペっていう巻貝にも、まあ、2種類くらいあるみたいなんですけど、そのどっちかっていうのはちょっとね、断定はできなかったみたいで、まあ、カシオペ SP といった感じで、まあ、カシオペの一種ではないかということでしたね。はい、でまあ、今日の収穫はこちら、はい、ユーボストリコセラスインドパシフィカムという種類になるんですけれども、これ見た感じ多分これここに、まあ、一番大きく見えてるのは一番下の段だと思うんですけど、その上に、ちょっと 2,3 段あるっぽいんですね。でここにちょっと一番上のところが見えてるんですけど、これはもしかするとさらにもうちょっと上にちょろちょろってこうあったのかなと思うんですけど、多分これ掘るときに、そのハンマーとタガネの衝撃でちょっとね一番上のところはこう飛ばしちゃったかなと思うんですけど、まあこれちょっと分離しちゃってるので、まあ後日ちょっとね、クリーニングしつつ修復をしてみたいなと思ってます。はい、
今アーモナイセンターの体験発掘なんですが、17日まで、中止が延期になりまして、で、まあ、最短で、4月23日土曜日から再開というところなんですが、やっぱりこれはちょっとこうずれ込む可能性もありということで、ちょっとゴールデンウィークもね、関わってきますから、その辺までこう影響が出ちゃうとね、いろいろちょっとね残念なことになってしまうので、できればね23日から再開してほしいんですけど、まあね、そこは状況をこうね見守るしかないのかなという感じです。はい、はい、というわけで今回は、準拳でアンモナイトを初めて見つけることができましたということでございました。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画は再生リストから、よろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。